こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、生活困窮者にしっかりと政府の支援は伸びているのかということでございます。昨年のですね、秋を中心に、女性とか、非正規の方の生活困窮による、自殺というのがね、すごく増えました。で、生活保護を申請しても水際対策といってですね、生活保護をなんとか受けさせないように現場の方がもうね、防波堤を築いているという例もあったりとかしてですね、非常に悲しい思いがするわけですよ。私たちはこの国に住んで、この国のために、頑張ってきたところもあると思いますが、まるで危機の時に報われない、そんな思いをね、多くの方が抱えられたんじゃないかなと思います。今回です、国会でですね、立憲民主党の石橋議員ですかね、この方が、総理なんで生活困窮で自殺するような人が出るんですかと、それについて総理の見解は何なんですかというふうに質問をしてくださったところがありますので、ちょっとここにね、フォーカスを当てて、そこからいろんな話を進めていきたいと思います。それでは動画の方をどうぞ。行います。石橋通宏君。はい、立憲民主社民の石橋通宏です。総理、では女性の労働者の皆さん、とりわけ非正規の皆さんがそうした困窮状態に陥る、経済的な理由で自ら命を絶たれる、それ何なんです。どうしてそういう困窮状態に陥ったと総理は原因分析をお考えなんでしょうか。いや、総理が指示されたんだ。田村厚労大臣。いや、私の方から総理にもいろんなお話は入れておりますので、その上でご判断いただいたんだというふうに思いますが、一つはですね、やはり今般ですね、女性が非常に多く働いておられる、そういう職場、これは飲食店もそうでありますし、また観光もそうであります。そういうところの方々がですね、これ、需要が消えておりますので、職を失うというようなことがございました。この現状認識は正しいんですよ。その現状認識に対して、正確な政府の対応があったのかどうかってことなんですが、正確な対応があれば、お亡くなりになる方ってのは、こんなに出なかったんじゃないですかね。そういうような状況の中でですね、非常に生活困られて、それがそのまま自殺につながったかどうかというのはまだ十分に分析できておりませんが、私は個人的には一つの要因であったのかなというふうに思いますが、非常に女性に影響のあるようなコロナの状況というものはですね、そういうような環境を作っておるというのは確かでありまして、それに対して総理がですね、やはり女性をしっかりと守っていくという意味、子どももそうでありますけれども、そういうような観点から今般このような決断をされたということであります。はい、その今般のこのような対応ってのは何なんでしょうね。遅すぎた5万円の給付でしょうか。それとも生活困窮者にお金を貸すよ、借金をするよっていうことなんでしょうか。それによって命が救われなければその結果を重く受け止めるべきだと思うんですがね。石橋通宏君。いや、これ総理にぜひね、指示されたんですから、どういう思いか。大企業のね、非正規雇用の皆さんにも総理お会いいただいたじゃないですか。その訴えを聞いていただいた、それで何とかしなきゃと思っていただいたんですよね。でもこれ端的に言って、多くの非正規雇用の皆さん、とりわけ女性労働者の皆さんが解雇され、雇い止めにあり、短時間労働のために、ね、労働時間が大きく減り、シフトが大きく減少し、収入が大きく減少したんです。収入が断たれたんです。でも、にもかかわらず、本来支払われるべき休業手当が払われないんです。払われなかったんです。総理、そのことを、問題意識として聞いていただきましたよね、直接。だから指示されたんじゃないんですか、総理。菅内閣総理大臣。先ほど私申し上げましたように、やはりコロナの影響で、一番この影響が受けているのは、非正規の方、女性の皆さん、深刻な影響が受けている、そういう中で、私自身が3月5日の日に、この対応、今月に対策をまとめる対応をですね、指示しました。で、具体的には、低所得者の子育て世帯に子ども1人当たり、一律5万円を給付する、シフト制なので働く月収12万円以下の方々について、月々10万円の給付金付きの職業訓練を受けられるよう、特別措置を設けて、対象人数をこれ、倍増しています。また緊急小口資金などの新規貸し付けの継続、住民税非課税の方々には返済を免除する、また NPO によるこの自殺防止の電話や SNS による相談、子ども食堂など、地道に取り組んでいただいてですね、行政と
こうした当事者との掛け合わせになれると思っています。この NPO の皆さんに対して60億円の財政支援であります。政府としては、昨年来国民の命と暮らしを守る、そのためにさまざまな対策を講じてきており、これまで十分に手が届いていない方々について、きめ細かく対応していくものとなっており、中身がないとかいろいろ批判されてますけれども、政府としてもその思いをこういう形で実現をさせていただいているということであります。さあ、菅総理が言われてますけども、きめ細かかったでしょうか？十分な対応だったでしょうか？もちろん何もしないよりはいいと思いますよ。しかし、これでもしね、きめ細かく十分なら、なんでここまでお亡くなりになる方が出るんでしょうか？なんでここまで国民の生活が苦しいんでしょうか？こんなことちまちまとね、しかもトロトロとやるんじゃなくて、最初にバーンと一発、国民生活支援、毎月10万支給。こういうことを1年間約束すれば、どんなにか多くの人が希望を見出して助かったでしょうか？皆さんはどう思われます？果たしてそんなに財政規律が大事なんですかね？国民の生活を守ることが最優先なんじゃないでしょうか？人の命を引き換えにするほど財政規律ってそんなに大切なんですかね？むしろですね、もう菅総理はじめ閣僚の皆さんね、我が身を引き換えにしても国民の生活を守る、そのぐらいのこと言えないんですかね？一体何に怯えてるんでしょうか？そして自分の命や暮らしではなく国民の命や生活ならいくら投げ出しても眉一つ動かさない、この政権に私たちは何を期待すればいいんでしょうか？石橋通宏君。いや、総理、本当にそれが直接お会いをいただいた労働者の皆さんからの訴えでしたか？貸し付けをしてくれ、そういうお願いでしたか？違いますよね。収入が失われた、なんとか休業手当を、なんとか休業支援金を、なんとか届けてもらえないだろうかというお願いじゃなかったですか、総理。にもかかわらず、いや、ちょっとパネルをお願いします。お手元の配布資料8で、今回、政府が公表された緊急支援策と、私たちが累次この間、法案も提出をさせていただいた、何度となく、田村厚生労働大臣にも要請、要望を届けさせていただいて、休業支援金の拡充、さらには生活困窮世帯へ10万円の特別給付の支給、さらには失業されて、もう失業手当で何とかつないでいただいている方の失業手当の拡充、もうこういったルール、具体的な提案を、まさに当事者の方々から、何とか休業手当を届けてほしい、支援金を届けてほしい、当座生活ができるように支えてほしいという声にお答えをして、こういう法案を出してきた、採点表をつけさせていただきました。バツ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 です。いや、総理、笑い事じゃありません。本当にないんです。だから、多くのこれを待っていた、期待しておられた皆さんから、我々のところにも、残念ながら、我々が期待していた支援策がないと、もっと貸し付けなのか、もっと直接的に去年、本当はもらえるはずだった休業支援金、なぜいまだにもらえないのか、そういう声なんですよ、総理。それが分かっていただいてるでしょうか。菅内閣総理大臣。今、委員と私の間で、そのシフトの人たち、私が直接お会いをさせていただいた、そういう人たちには、休業支援金は雇用調整金の活用、これが守られないため、中小企業の労働者を早期に支援するためにそうしたものであり、休業支援金を安易に大企業まで認めると、企業が休業手当を払って、雇用を維持するという取り組みが行われなく懸念があります。ただ、このため大企業であっても休業手当を受け取りづらい勤務体系の方についてはですね、休業支援金の対象となるよう、厚生労働大臣に私指示をして、大臣が対策を講じたんじゃなかったでしょうか。